てかこのポジションでやっぱシュッとした格好、うん、ジャケットもやっぱ着てるじゃん、うん、でも俺に、まあ、2票差つけられてたわけじゃん、その、うんうんうん、だそれはもう本当に、うん、だからもうそれ去年のこと、じわじわいじるな、もういやいやいや、いやでもこれは言い続けていく次何かしらのランキングがある限り、それは海野がそこ強気で来てもそれダメだから、うん、そこ一回甘んじて回復していかないと、自分が目立っていかないと、いやだからめっちゃ悔しい、だって俺角刈りにしてんだよ、うんうん、それはさ、なんか俺が指示したみたいな感じ、お前自らしてるだけだ、いや俺は自らしたけどさ、うん、沖縄行って自ら2日目に、うん、めちゃめちゃ恥ずかしいわけじゃん、俺も外出るときこれでさ、うん、やっぱキャップかぶってるっすけど、やっぱ暑くなるのを考えずこうやって撮るわけですよ、いやいや電車の中とかで撮ったら、やっぱちょっと隣に座ってないとんってやっぱなるんですよ、やっぱ一瞬な、一瞬やっぱりなるわけですよ、だからやっぱあのこの間さ、それこそ大宮で、うん、あのライブ終わって、うんうんうん、で街の対応してて、そしたら最近、まあ、ちょくちょく出るじゃんテレビに、で普通のいつも来るお笑いの人を対応してたら、うん、女子高生4人ぐらい来て、うんうんうん、で外から「あジェラードンじゃん」っつって俺の方指さして、でその対応してる人も「あジェラードンさん名前知られてきてますね、嬉しいですね」みたいな、うん、ありがとうございますみたいな、でそのあの握手会のやる人だよみたいな、アイドルのネタやる人みたいな、うん、で多分ちょっと4人中1人ぐらいが知らなくて、うん、ジェラードンっていうのを、うん、でその3人が説明してんのよ、うん、あの人がなんかあの気持ち悪い人を剥がす人で、うん、でもう1人がアイドル役 で、うん、であともう1人角刈りで眼鏡かけたおじさんのキャラのトリオなのよみたいな、うんうんうん、あそうなんだみたいな話してて出待ち対応してたら、その普通にあっちから角刈りのおじさんがこう来たのよ、うん、目の前を、うん、でこう通っていったらその女子高生4人がブワーって駆け寄って、うん、ジェラードの西本さんですよねって、角刈りのデブのさみんな俺じゃねえか別にそのでおじさんめっちゃ結構いるから街中にめっちゃ走って逃げてたなんで逃げちゃった、いや違う違う違いますって